魚と男と女の影武者捜査員が本日動画のネタを一本撮ってきてくれました。お土産をもらいました。うわ、まずは丸ハゲですね、うん、これ大きいね、うん、これまあちょっとちっちゃいけど広め、うん、いい立派じゃん、ね、広めじゃん、うん、ね、デベラ、うん、釣ったことあるね、うん、タイラギガイ、タイラギガイ、多分タイラギって言ってない気がする。すごいね、ホタテの貝柱のなんか何倍もある ね、うん、ね、これをさばいていきたいと思います。おお、でも肉厚ですね、やっぱり。切れ込み入れたことによってここを取りやすいですね。こうすればこうなって、これ1枚ですね。骨に沿って入れるだけですね。こう簡単に。気を取ることによって縁側が取れますんでね。これが縁側ですね。めっちゃ美味しそう。またセンター骨が見えます。ここからピシャッ。で、この骨からめっちゃいい出汁が出るけんね。うん、ヒラメのアラはね、結構高級じゃっけ、うん、これらを野菜と一緒に煮てから出汁取るときなんかね、うん、ヒュメをね、ヒュメ、うん、ヒュメヒュメとポーソン、魚の出汁、偉人の名前かと思った。綺麗骨ね。硬いんよ。もう食べれるよ、うん、一緒に焼くけど。筋みたいなところ貝柱の、なんか芯みたいなところあるじゃん、貝柱の。刃器で言ったら、あの最後、貝柱に引っかかってるから。わかるわかる、あるある。これはこれでうまいっていう、うん、こっちを先に炒めて、うん、こっちはパパッとレアに食べる。もうめっちゃ綺麗な刺身で食べる。うまそう。海が綺麗なの知っとるじゃん、俺ら。うん、絶対美味しいよ、うん、透き通ってるところで食ってるね。これをバターソテーしていきますね。硬い方もちょっとやめといて、結構量ある。
芯の部分です。全部投入します。以上です。少し出してみて、うん、甘い。うまっ。ホタテと違う。うん。うまーこれ。うん。100点。ホタテより硬いけど。あ、歯ごたえあり、うん。うん、甘い。めっちゃ甘い。ありがとうございます。漁師さんと派遣特派員のお子さん、ね、ありがとうございます。美味しいです。うん。うまっ。うん、まうまい。この歯ごたえめっちゃ最高。サクサクするのにね。うん、うまっ。まずあ、かわいくない？ね、かわいいじゃん。え、これかわいくない？うん、かわいいよ。見た目はね、見た目これうちのロゴですね。おー、ちょっとこれをちょっともらったんで、うん、ちょっと見てみましょう、うん、待って待ってちょっと待ってまずね、質感がね、チャイナ服みたいなすごいこれパッとにドラゴンボールみたいだよこれ。かかと、これかかとよ。す、なんていう、すごいね。かかと柄じゃん。え、柄なんですこれ。かかとじゃない。え、かかとじゃないんです。絵が描いてある。え、うん、そうよ、黒く塗ってあるどういうこと。次、そこかかとよっていうあとの印。あ、かぶってるすごいね、これすごいよこれ、うん、これどう、サポーターみたいこれほんまこうなっとったら可愛いのに ね、可愛い。履いたらどうなるかをちょっと、うん、なんて言うんだろう、ちょっと一回履いてみてあ、一回じゃ大丈夫よ、はい、履いてみて、ちょっと履いてみて、なんていうんだろう、バランスがすごいバランスがすごい、バランスがね、あの、深いちょっとか、やってみて、あ、なんじゃろうなんかすごい、なんか普通、こうこの靴下をこう履いとる感じ、なんかこうフィットしてない感じがするね。でも、まあ、別に、なんていうの、普通にこうしとったら可愛くなる、うん、可愛い。じゃあちょっとこれ早速履いて帰りたいと思いますね。ほらほら、可愛い、見慣れたらもう大丈夫ね。可愛い靴下いただきましたけど、なんかやっぱここのつま先がなんかもえもえしとるよねここなんていうれすげえこれ、パンツでかっパンツそっちでかいね、すごいね。これパパさんでもでかくない、このパンツ。いや、でこない。え、マジですか、すごい。え、ま、これもパパさんも履いたパパさん履いた2日に1回履くよ中2日のパンツこれパパさんが2日履いたパンツだそうです。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらですこちらもあるよ